俳優の高杉真宙が15日、NHK 大河ドラマ、光る君へ日曜午後8時の第35回で演じた真宙の弟、藤原信則に込めた思いを同ドラマの公式ホームページの企画、君語りで紹介した、君語りは注目シーンなどを取り終えたキャストが現場で撮影シーンや演じる人物への思いを語る企画。写真、なんか、 すごいことに、と驚きがらりと変化した光る君へ、最新相関図以下、ドラマの内容に関する記述があります。第35回ではクロードになった信則の,の様子が書かれた。家族の手助けでこうやってやれているというのは、自覚はできているんじゃないかなと思っていますし、でもやったね、暗いの気持ちの気がしますけどね。やった、ラッキーという感じもあるとは思うんですけどね。 でも、なんだかんだ年齢もどんどん上がっていって自分としては当初、演じていた頃からは少しずつ身の回りの変化というのも感じていて、不思議な感じがします。でも、もちろん自分が頑張らなきゃというのはすごくあったと思うんですけど、それだけじゃなくて姉上、真広もこうやって職について、自分も職につけてという、自分だけがしょわなくてよくなったのも少し安心があるのかなとはちょっと思いますね。 サインの中将へ会いに行くシーンにも言及した。僕の衣装は身軽ではないとは思うんですけど、なので乗り越えるのも緊張していたんですけど、さっと登れた時の気持ちよさは結構ありましたね。皆さん優しいので、お、と拍手してくれるんですよ。それが気持ちよくて、ありがとうございます、と言いながら何度も登らせていただきましたが、信則のらしさがすごくあるなと思いますね。 あのシーンとか特に楽しくやれています。真宙に報告をするシーンについても語った。仲がいいなと思いますよね。そういうことがあったというのも、ちょっとした恋愛相談なんかしている感じとかも。昔はなかったのかなと思うんですけど、この年齢になってちょっとまた、そういう話をしているのも可愛らしいなと思いますね。何なんですかね。 でもやっぱり苦楽を共にした唯一の兄弟だからだとは思うんですけどね。中でもやっぱり心情をすごく察することがいろいろできるのかなとは思うんですよね。なんだかんだ姉上も面倒見。